明日から夏山シーズンの営業を開始する大津市の琵琶湖バレーでは、今日平山系の安全と観光客のにぎわいを祈って神事が執り行われました。琵琶湖西岸に連なる平山系のうち、蓬莱山と内見山の2つでロープウェイの運営などを行う琵琶湖バレー、今日は標高1108メートルある内見山の山頂で山開きの安全祈願祭が執り行われ、琵琶湖バレーの職員のほか、警察や消防、地元の自治会などが出席し、玉串を捧げるなどして山の安全と観光客のにぎわいを祈りました。琵琶湖バレーによりますと、コロナ禍前は年間およそ60万人の観光客が訪れていましたが、コロナ禍に入った2020年にはその数は9割減。来月、新型コロナの感染症法上の位置づけが5類に引き下げになることから、今年はコロナ禍前の水準まで観光客数を回復させたいとしています。今年に関しては、明けてきましたのでね、本当に期待していきたいなというふうに考えてます。琵琶湖の絶景、これをお楽しみいただきながら、やはりアウトドアのこの施設をご利用いただきましてね、ゆっくりと、ご家族また、お仲間でね、お楽しみいただけたらなというふうに思っております。なお琵琶湖バレーでは営業を開始する明日から21日金曜日までの1週間をプレオープン期間とし、窓口では通常3500円で販売するロープウェイのチケットをウェブでは2000円で販売し、観光客を迎えます。県北部の地域振興のため県が取り組む北の近江振興プロジェクトの一環として、今日三日月知事が長浜市内のいちご農家を訪問しました。三日月知事が訪れたのは長浜市湖北町にあるいちご農家です。ここで本格流通間近の県産いちごの新品種三好づくの試験栽培を行っている地元農家らと意見交換を行いました。三好づくは県が5年の歳月をかけて開発した新品種で、味や形に優れているとされ、ブランドとして確立すれば地域にとって重要な農業資源になると期待されています。この PR を県にはしてほしいなと、ね、開発していただいたね、新しい品種なんやし、僕ら特別そんな悪い印象もないし、いろいろメリットがあるんでね、この後どういうふうに育てていくかっていうのをね、何かやっぱ県の方でね、このまま品種作ったで終わるんじゃなしに、なんかそういうプロジェクトなりね、何かこういうものがあれば、まあこの生産者も増えてくるであろうし、そうやね、県では知事が今後も現場の生の声を聞くなどし、人口減少や少子高齢化などの課題が顕著な県北部の振興に向け、今年度具体的な施策を進めていくことにしています。まあ、私自身もこうして伺ってお聞きしたいと思うし、スタッフがいますんでね、北の近江湖北を振興するぞ、もうそれをミッションにしたスタッフが今回部局とともに立ち上がりましたので、そのメンバーと一緒にこうして来て、そして話をして、具体のプロジェクトを作って動かしていくという、そういうステージに入ってきたっていうことですね。いよいよ新年度、はい。大津地検の新しい検事生に、このほど前最高検察庁の検事畑中義彦氏が着任しました。畑中義彦検事生56歳は埼玉県出身で、東京大学法学部を卒業、東京高等検察庁の検事や最高検察庁の検事を歴任し、昨日付で大津地検の検事生に着任しました。大津地検の責任者として捜査や公判活動を基本に忠実に行い、検察の不偏不党、公平公正な立場を貫徹し、一つ一つの事件を迅速適切に処理することで、県民の皆様が安心して暮らせる安全な社会の実現に尽力してまいりたいと思っております。
大洲地検での勤務は初めてとなる畑中検事正。去年、県内の犯罪の認知件数が9年ぶりに増加に転じたことについては、警察など関係機関と連携しながら、安全で安心な社会になるよう努めていくと話しました。新型コロナの感染状況です。滋賀県は今日新たに71人の感染が確認されたと発表しました。今日は71人、前の週の同じ曜日より8人減っています。なお今日は死者や新たなクラスターは発表されていません。登下校中の児童らを交通事故から守ろうと、県内各地の通学路で今日、スピード違反などの取り締まりが一斉に行われました。このうち彦根市の県道では、彦根警察署の警察官や地域の交通安全ボランティアらおよそ30人が下校時間に合わせて啓発や取り締まりを行いました。この県道は近くの朝日の森小学校の通学路になっていて、歩道のない片側通行の道を車が頻繁に行き交います。警察には日頃からスピードを出しすぎの車が多くて心配といった声が寄せられているということです。現場では可搬式オービスによる取り締まりのほか、警察官やボランティアらが子どもたちにおかえり、気をつけてと声をかけたり、ドライバーに安全運転を呼びかけるなどしました。新学期を迎えて慣れない児童が通学することから、子どもたちの事故防止を守るために、警察としていたしましては取り締まりを強化し、また、ドライバーの皆さんには、児童を見かけたら速度を控えて交通安全に努めてください。彦根警察署によりますと、管内では去年1年間、歩行中や自転車に乗っていた中学生以下の子どもの交通事故は16件起きていて、23人が怪我をしているということです。滋賀の農業や農村の姿を県内の小学生たちが描いた絵画が今、県庁で展示されています。県では子どもたちに農業や農村に関心を持ってほしいと、毎年小学5年生を対象に絵画コンクールを開いています。昨年度は218点の応募が寄せられた中、入賞した8点の作品が今県庁本館4階の渡り廊下に並んでいます。このうち知事賞に選ばれたのは、東近江市立古東第三小学校の今吉可憐さんが描いた作品、田植えを見守るカエルたち。泥だらけになりながらも苗一本一本丁寧に植える様子を田んぼのカエルたちが見守っています。滋賀では去年、琵琶湖と共生する農林水産業琵琶湖システムが世界農業遺産に認定されていて、田んぼが人間だけではなく生き物にとっても大切な場所であることを表現しているところが評価されたということです。小学生たちの絵画は土日を除いて今月27日まで県庁で展示されています。